バスケットボールの日本代表の試合で高速大容量の 5G を使った試験サービスを提供しました。会場に設置された30台のカメラの映像を観客がタブレット上で自由に切り替え、さまざまな角度から観戦できるようにしたほか、 VR 仮想現実の技術に対応したゴーグルをつけることでゴールの下の迫力ある映像などを楽しめるようにしました。体験した34歳の会社員の男性は、臨場感があってすごいの一言ですと話していました。一方、 KDDI は 5G をスポーツなどを行うイベント会場での警備に活用する仕組みを開発し、この秋以降試験サービスを行う方針です。ドローンやロボットカメラで撮影した高精細の映像を警備の拠点に送り、例えば会場でひったくりなどで揉み合う事態が起きれば AI を使って異常を感知するということです。 NTT ドコモも来月開幕するラグビーワールドカップで 5G